でございます。近っ。近いか。化粧してないし。あ、涼しい。ほんと全然違うよ。覚えてる、はい、あれをもう一回やりたいんだって、はい、で2公演名古屋2公演でやってくれないかって。あ、またかかってきた、ごめんちょっと待って。もしもし、あ、お世話になります。あ、そんなこの時期に行けるんですか、ハワイ、ホノルルマラソン。はいはい。本人が走るんですか。はい、ホノルルマラソンでも 42.195 キロですよね。はい、時間かかってもいいから、しっかりと走れるかどうかを実装するテストをしたいと。なるほど。え、でもこれって何名で行く ?3 名。ヘアメイク付きで。はい。え、チーム全員走ってほしい。え、それ僕もですか。あ、じゃあちょっとさすがにそれはちょっと走る話になると島谷に確認しなきゃいけないんで、で僕走れないですよ、多分。まあ、はい、ヘアメイクさん走ってくれるかもしれないですけど、はい、多分大丈夫だと思うんですけど、はい。あ、わかりました、わかりました。はい。わかりました。ありがとうございます。じゃあまたちょっと折り返します。すいません。はい、どうも。失礼します。なんか、ホノルルマラソンを走ってほしいっていうわけで、チームで、みんなで、なんかその、来てもらって、そのなんかドキュメンタリーみたいな感じで撮りたい。一緒に走ってくれみたいな話。どうする？できる？走れない。違うヘアメイクか。ダメ、ヘアメイクかなって鍵じゃん。走れなかったら、ねえ、ちょっと待って、鍵走ってくんないと困る。いや、私、本当に走った。あれ歩いてもいいね。歩いてもいい。でも俺も走れると思う。42ぐらい。あの歩き歩きコース。42.195 キロは。東京都ぐらいまで歩くんですよ。もうちょっと。どこまで？どこから？ここはもう。ここはもう。すごいどこからな、いいから。絶対歩けませんよ。いや、今年の夏って。ね、夏。夏に実装でまずその全勝で練習して、本番にそのドキュメンタリーみたいなのを流したいと。だってサリンコミそれでもいいっすよ。忘れた。お尻の皮をめくれたみたいになっちゃって。どうする、受ける、鍵しないでって。42.195 キロですよ。横浜超えますよ。じゃあ、影が来ればやる？もちろん。いや、行ったとしてもですよ。走んなきゃならなくて、チーム全員。走れないです。まだ、集まりです。カメラクルーも、スタッフもみんなで走るんだって、実装で。いや、うん。そしたら走れる人の方がいい。いや、走って。走れないです。意外とこう、ドラマの主役。いや、見てください。違います、違います、違います。ご迷惑かけることありますって。そんな涙ながら見えない。だから、奥ちゃん。違う、ここがチームなんだから、影じゃダメだよ、まあ。ありがたいんですけど、どうする？ご迷惑か。一人でいいのに。ダメだって。え、まさか、元気してくださいって。キックボードでも。早さに出るナイキのアクロバティに変わってください。で、そういう問題。マジでオリンピック選手だったんで。いやいやいや、それを変えたところまでですよ。100メートルで100メートル行った私の無理だ、心臓みたいな。影は無理ですって。影ちゃん、影ちゃん、今日ですか？4月1日何の日？もう忘れてた。二人で黙ったんですか？あ、いやーもう言語だ、言語。ちゃんとしたやつは作戦。このご時世何を言っても不謹慎になったりとかさ、はいはいはい、ね、私も、ね、微妙な年齢だから全てに関してねってちょっと笑えないってなりやすいから、ちょっとスタッフから、もうドッキリでした。それをやったら、やっぱりはなんで話
いやーもう本当に嬉しい。やられたー。あーびっくりした。無理だって。いやでどうやって断ろう。どうやって断ろう。もう断ることしか頭になかった。もう本当に無理。走る気あるんだって思ってちょっと無理しました。絶対走んない。だって電話聞くと思う。はい、俺お芝居です。だからあれなんか余計なことするに言いそうなんか。今今今あ、ちょっと待ってよ。その前の本物、あれは本当です。すごい。あーやられた。嘘つきがいい。あーやられた。2つにいるって怖いね。もう本当に今日一日誰も信じない。もう誰も信じない。朝はドッキリでした。もう帰ったもんかな。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、仕事に入ります。よろしくお願いいたします。おはようございます。よろしくお願いします。下谷です。お世話になります。よろしくお願いします。君が置いといてください。すみません、ありがとうございます。はーい。じゃあ、今度じゃあご飯食べてください。どうぞ。ご飯で食べてください。チャンネル登録よろしくねー。